皆さんこんこにちは、えー、天栗旬です、はい今回,です今回なんですけどもえー、とねこのワン、えー、というアプリ右上のワンというアプリでレシートが売れるはい、えー、このワンというアプリでですね、えー、どんなレシートでも1枚最大10円で買い取ってくれるっていうアプリがありまして いろいろクリームブラウンのレシートだとか、えー、味噌パウダーのレシート自動車あバイク保険のレシートだとかいろいろあるけどもこの、えー、5個目にあるやつですね全種類のレシートってやつであのレシートを撮影して送るとあの1円買取とか10円買取みたいな感じで出るんですけどもこれは何,がも何をもとに なるかとといいうと多分顧客情報が欲しいんですねこの人はどんなものを買っているかみたいなでそれを知れることによって1円ありがとうございますって多分返ってくる仕組みだと思いますなのでちょっとこう、まあ、個人情報的にはあまりよろしくないかもしれませんがお買い取りキャンセルマイナス6円なんてあるね何だろうこれまあいいや27円今までこう買い取っていただいてます えー、じゃあ今日もね、あのー、何枚か売っていきたいと思いますこのね5個目の全種類レシートってのを押しますで注意項目同意しますということでねで、えー、購入2ヶ月以内のレシートを撮影してくださいってことで、えー、まずねちょっととりあえず練習があったら撮りたいと思いますでこのサンマルクカフェのねカフェラテ330円で、えー、税込み36 363円なんか飲み食いしましたよみたいな、えー、これちょっと暗さとか あこうやって撮影して送るとあー1円買い取りですね。これ物によって高い安いってあるんですかね。で続きまして連続でちなみに1日5枚までが最低買いあのできるやつになりますで。次ファミリーマートさんでねふんわり卵親子丼。あ今日ですね19日日曜日。 ちょっともう個人情報だだ漏れですけど、キャッシュレスで買いましたとか、えー、ポイントー16ポイントたまってますよとか、まあそれは置いときまして、これも取るとどうなるかな。撮影する。で、これも送ると、これも1円ですね。安いですね。じゃあ次。 まあどのレシートが高いか分かんない。これ長さとかにもよるのか知らないけど、まあ、マックですね。マクドナルドで、えー、100円なんでジュースかなんかが空のジュース買ったんですね。まあ、これも個人情報ダダ漏れですけど、えー、じゃこれもね、18日にジュース飲んでますね。でこれを押して、撮影するって押してあ、ちょっとブレたからもう一回、撮影するってやって、送信すると、お、これは10円で買い取ってくれましたね。 もうちょっとはっ、はっきり、ちょっとぼやるときあるんで、こう、はっ,くっきり映すといいのかもしれませんね。というわけで、今3枚で12円分ゲットしましたね。ウォレットがこう、たまりましたね。29円まで増えました。これで、多分出勤とかチケット購入とかっていろいろやると、交換できるんですかね。うんうん。まあ、いろいろありますね。というわけで、ね、まあね。 どっちにしてもね、ステア,ステアのカード作るとき、あのー、個人情報を書いたりとか、ゲオのカードを作るとき、個人情報を書いたりとか、あとはマン、万代とか、ブックオフとかで物を売るときも、あのー 個人情報書いたり、運転免許証出したり、もうなんか、至るところで個人情報なんてとっくにダダ漏れですけども、まあいいのか悪いのかは別として、まあね、こうやってね、あのこ、ま、ちまちまとお金を稼ぐ方法もありますのでね、ワンというアプリを使って、あの、レシートをお金に変えてみませんかというわけでご視聴どうもありがとうございました、えー。チャンネル登録や高評価、コメントなどでいろいろね、なんか書いていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。